関係ねえと。なかったこと。めちゃくちゃある。よしよしいいねいいね。え？毒ガス？お前そんなやつだったんか？チョコバナ。マジかよ。はい。迷うなぁ。金縛り。金縛りは、確か技を封印するんだっけ確か。いらねえフラッシュ。念力とちょっとサイコキネシスは被ってるとこあるんだけど、ね、サイコキネシスは技 P がないか、あまりないから、回数使えないから、念力で代用することになると思うんだけど、うわぁ、金縛りか念力かなぁ。毒ガスめっちゃ気になんだ。毒らせるのか。毒らせるよりは技縛った方が強いんじゃないかなっていう思いもあるし、念力だな。コラッタですか？コラッタにちっちゃいネズミに毒ガス浴びせるか。40回使える。大容量タンク。大容量毒ガスタンク。え、効かなかった？は？え、毒からノーマルって効かないのか。多分コラッタってノーマルだよね。効かない。罰ってことか。ちょっと痛いな。こういうことですか。わかりました。はい。あまりサイコキネシス使っちゃうと、あとあとね、チョコバナが毒ガスを吐くだけのバナナになっちゃうから。やったか。金縛りでもよかったか。もしか覚えない。毒ガスっていうキャラじゃない気がしてきた、今更ながら。2回攻略かな、これで。大体。3回行きましょう。君のポケモンには弱点がある。そこを攻めれば俺勝てるよ。ないよそんなもん。弱点なんて。うわ、爆発する気満々じゃん。もうこんなん弱点ついてないじゃん、そもそも。さあ来い。嫌な男行き。ああ、耳でかいから来るな。結構刺さるな。ロケット。なんで首引っ込めてんのに。おかしいでしょ。一発。ドガース。華々しいね。メガドレインがあるのか。メガドレイン、ヤドリギの種。まず、ヤドリギの種る。種る。収穫。葉っぱカッターやってみるか。一回。あんま入んないはずなんだよ、このメモ通りに行くと。うん。うはぁ。強っ。あ、急所に当たったから。効果は今一つでも強っ。硬いな、マリック。そしてメガドレインでとどめを刺してなかったことにする、この戦闘を。あ、ピューで終わる。なかったことにする。レアコイル。親指がね、ちらつくよね、こういう時に。で、まあ、何かしらやってくれるだろうと、指を振る。超音波。超音波。もう一回。雷。電気に雷。回復するぞ。
市場も考える脳みそさえ筋肉で侵されたか。メガトンパンチ。もう歩く筋肉なのか。うわー、麻痺して技が出にくくなった。でも関係ねえと。序盤に時にピクピク麻痺してね、ヒリヒリするけども、その腕でメガトンパンチ。関係ない市場には。弱点をつく前にやられた。はい、このワープ入るか、入るか。ん、もうこいつ向き変わったぞ。え、おう、トレーナー扱いか。いや、一匹のパターンで結構。あーボック、あーボック。ヘビ、毒、毒系がやっぱ多いな、ロケット弾は。ヘビでしょ、多分ノーマル、毒とノーマルかな。うん。ヘビにらみ、なんだ。うわぁ、麻痺か。出せ！よし、ナイス！そんなに食らわない、え？水攻撃はノーマルに効くと、丸、水はノーマルに丸なんだけど、今効果抜群だ、出なかったから、アーボックはノーマルじゃないんだ。毒飲みか、もしかして。濃いな。そうだ。多分これなら効くはず。相手が毒なら。うん。データ通り。ヘビは毒なんだな、もう。この世界のヘビはもう毒しか持ってないんだ。僕らの世界はね、毒を持たないヘビとかいるけど、もうポケモンの世界のヘビは全員毒持ってる。よし。カードキーがないと開かない。カードキーですか。しらみつぶしに。敵を倒していきますか。うん。突破からレアコイルか。あー危ないよ。こっち飛行だから、向こうが電気やってきたらバリ痛い。まあ、レベル差もあるしな。全然痛くない。ソニックブームって何なんだ。風系？何風って。風なんてないよ。まだ知らない属性があるのか。葉っぱ買ったで。うん。強い。で、チュッてして、メガドレインよ。あんま回復しないな。いい相手だった。やらしいね、でもね、ここの敵。なんか、爪痕絶対残してくるね。状態異常だったりとかさ。まあ、そこそこ攻撃力も高いから。何出てくんだっけ？アドガースか？ポケットの往復になるのかな？意味がない相手の攻撃。どんどん回復するもん、こっち。追いついてないぞ、攻撃が。なんか、究極の奥義みたいな、出してこないと。回復ターンなんだよな。なかったことに。なかったことがあった。
マタドガス。ここはどうせ毒らそうとしてくるんでしょ。毒に毒効かないから、まず怪しい光で混乱させて、あーヘドロだけが痛いのか。ナイス。いやらしいやつだぜぬっくん。そこが好きだ。綺麗事は言わない、正義も貫かない。なんかリアルだよなぬっくんのこの立ち回り。舐めよう、鉄の味がするか。もうなんかもうぬっくんにしてみれば、コイルなんてこう香辛料みたいなもんでね、舐めてちょっとピリッとする。飯が進むぜ、スパイス的な山椒みたいな感じだよね。ちょっと舌がしびれる感じの。チキショー、読みでは、あ、なんかレポート用紙みたいなのあった。一回ポケに戻ろうと思うんだけど、なんだこれ。ポケモンレポートだ。交換ケーブルを通すと進化するポケモンが4種類確認された。誰かやりません、ケーブルで。視聴者の皆さん。いやでも交換しなきゃいけないのか、やだな。うちのメンズは誰一人としてあげたくない。ポケはしたか。あ、交換して返してくれる？本当に？仮パクとかしない？泣くよ、俺。家の前で泣くよ。ワンワン。返せよ。で、2回攻略したから3回かな、次は。何回あんだ、マジで。今、4階の下に矢印みたいなのあったな。めちゃくちゃある！めちゃくちゃある！ひえぇ、ちょっと待てよ、どうしたよこいつね。うん、でこっち行ってエレベーター乗ったんだな。オッケーオッケーオッケー、うん、なんだこいつ、モヒカン。おかしいな、子供が入ってこれる。わけがないんだが。全然違う。ジプシージャグラー。寝台か。ユンゲラーは？こいつなんか相当強いよね、ユンゲラーって。エスパーだね。エスパーにはエスパーだろう。ちょっとすいません、皆さん。トイレ行ってきます。耐久光線？まあまあいいでしょう。ちょっとトイレ行ってきます。はい、戻りました。で指を振るね。エスパーに対しての有効打が今んとこ確認されてないのか。指振るか、とりあえず。テレポート？ダメだよそれ、逃げちゃダメだよ。何に出る？玉投げ！何の玉だそれ。市場さん、市場さんどっから出したんだその玉。一発で終わったぞ。あ、バリアードだ、いいな。うわー、かわいい、かわいすぎる。バリアードいいな。くれよ、バリアードも俺んとこ来た方が喜ぶと思うよ。指を振ろう。地割れ、恐ろしい。光の壁？ああ、特殊攻撃に強くなった。
じゃあのしかかるか。一番さん、えぐいっすね。すげえな、こいつ。全部一発で倒したぞ。ジプシーの。今空いてたよ、ここ。